せーの、まこです。今日やっていきたいのは大学生に向けた春のウキウキ1週間コーデで、私がリアル女子大生の時は他の人と服が被るのがそんな好きじゃなかったんですよ。こうちょっと一味違うオリジナリティをいかにどう出すかみたいなのをやっていこうと思うので、皆さん参考になると嬉しいです。それではどうぞ。はい、月曜日こんな感じです。じゃらーん。アレンジっていうまでのアレンジじゃないんだけど、顔周りのサイドの髪の毛をちょっと取ってくるくるくるってねじって、そのまま軽くピンでポンって留めただけです。こんなズボラな私でももう10秒ぐらいでできてしまう簡単ヘアアレンジです。これぐらいの髪の長さの子でもこんな感じで可愛いし、ロングの子がやってもめちゃくちゃ可愛いと思います。てかみんなできるね。めちゃくちゃおすすめです。ちょっとこう外羽みたいな感じにしてね。これね、実はね GU ユニクロっていう最強コーデなんです。一番のお気に入りはやっぱこの GU の白のレースのブラウス。他にもあと2色あったんだけど、この白のタイプとちょっとあの生成りっぽい、これよりはもうちょっとくすみかかったホワイトの色、もう一つはがっつりベージュって感じのイエロー寄りのベージュかなの3色があるんだけど、もうこれ本当にみんなすぐに買ってほしいです。もう白が大好きなんで白を入れ込みました。もうすぐ見つけた時、これも GU のシャロペットで、このシャロペットも本当にお気に入りでよく入ってます。なんか古着屋さんとかでも置いてありそうな感じのトートバッグで、持ってるだけでねこう存在感があるようなメインにもなるバッグになるので、これは完全に差し色として使って、あとはシンプルにこんな感じで、あーみたいな感じの月曜日コーデです。もう結構お気に入りなんだけど。じゃあ次火曜日行きます。はい、ということで火曜日のコーディネートのポイントはこちらです。なんかいろいろインテリアとかこう結構他にはないような面白いものが置いてあったりするお店なんですけど、そことユニクロがコラボしている T シャツで、一応これ UT なんですよ。モネの有名な絵がプリントされてる T シャツで、これもとっても気に入ってます。下はマーメイドスカートに合わせてます。これもね何時でも合わせやすくて結構使ってます。このトートバッグもユニクロです。もうねユニクロ大好きだからさ、ユニクロってすごいトートバッグの種類が豊富だから絶対に自分の好きなものが見つかるんですよ。その中で私はこのこうおしゃれなロゴが入ってるこの緑のトートバッグをチョイスしました。でこれもこの鬼塚タイガーのスニーカーで合わせました。でこれがねもう万能すぎる。何にでも合わせられるし、このソールのねここがちょっと差し色にもなるので、なんか物足りないなっていう時は絶対この靴を合わせてあげてます。そうするとねいい感じにこういい感じに、はい、なります。最近ねすごいイヤーカフにハマってるんですよ。皆さん知ってますか？水曜日です。あとはこんな感じ。ちょっとメンズライクで韓国っぽいのをイメージしてみました。めっちゃ可愛くない？このシャツ、あのサイズをね大きめで買ったんですよ。確か L だったかな XL だったかな、まあ、なんかそこら辺の多分大きいの買いました、あえて。でこんな感じでオーバーめに着て、中のスカートもねこれすっごい可愛いの。深みのあるグリーンで、やっぱトレンドがね今緑でもあるの でやっぱねこのシャツがすごいいいかもしれない。なんか UV 機能もついてるらしくて、あのね私たちを太陽からもう守ってくれるっていうすごい素晴らしいアイテムとなってます。一見メンズ寄りではあるけど、ここでスニーカーじゃなくてブーツを合わせるのがとてもポイントです。普通になるとちょっとラフすぎるというかちょっと子供っぽくなっちゃうので、ここはショートブーツでヒールで合わせあげるのがとてもおすすめです。でこのキャップなんですけど、これはちょっと私のアパレルで作ったキャップをかぶってて、黒で締めるのがねなんかベストかなと思ってこれを合わせてみました。買ってくれた皆さんぜひこれで合わせてみてください。でアクセサリーも服のイメージと合わせて少しゴツめなやつを選んでみました。これ可愛いよね。こういうのはどうでしょうか？
待って、これ本当に可愛いかもしれない。木曜日のコーディネートはこんな感じ。月曜日に使ってたブラウスを早速着回ししています。 GU ってこんな可愛いの置いてあるんですかってぐらい のとてもいい組み合わせを私発見してしまいました。こういうのってよく見るのはちょっと高いじゃないですか。今まで着てこなかったタイプの服だけど、これだったら試せそうかもっていう気持ちにさせてくれるんじゃないかなと思いました。このウエストの位置がビッシュによってちょっとこう高めにねこう見えるので、スタイルアップもかなりなると思います。清楚な感じもありつつ上品さもあって、ちょっとクラシカルっぽさもあるっていう、なんかねとてもいいコーディネートが組めました。髪型は上品なイメージにしたくてハーフアップにしました。これって何曜日だっけ、木曜日。はい、ということで金曜日のコーディネートはこんな感じです。これフレッドペリーのポロシャツなんですけど、私フレッドペリーもうずっと大好きで、大学1年生の時からこういうポロシャツとか、あとはこういうワンピースもあるんですよ。それも本当に可愛くて、きつかった緑色の台形スカートを合わせてみました。このポロシャツはねもう色がたくさんあるんですよ、カラーバリエーションが。ちょっとくすみかかってるイエローに、ここの袖のところにネイビーのラインがね二重線で入ってるんですけど、カジュアルではあるんだけどちゃんと女の子らしさもあるみたいな感じで、これもとてもお気に入りです。ちょっとカバンもね、どうですか、どうですか、どうです。土曜日です。学生の中には土曜日もね学校がある方いるんですよ。私はね土曜日に授業ありました。もうなんで休みの日なのに朝8時に起きて学校行かなきゃいけないんだってもうね毎週思ってた。土日授業ある方は本当に頑張ってほしいんですけど、例えば午前中ね授業があって、午後は友達と遊ぶ約束を設けたりね、ちょっとこうデート行こっかなみたいな子もいると思うんですよ。そんな時に合わせたコーディネートとなってます。この流行ってるスケスケのやつあるじゃないですか。これを下に着てレイアウトしてこういい感じにね、こんな感じでウエストマークベルトとしてこう使ってあげることもできる。もうお好みにこう合わせてリボンにするかベルトにするかで楽しめます。これは骨格の話になるんですけど、私は骨格ナチュラルでここがね空いてる服を着たりすると結構胸元が寂しくなりがちなんですよ。これ入れなかったらねちょっと悲惨な感じになるんですよ。のでそれを防ぐために私は中に入れてます。なんで例えば骨格ストレートの方とかだったら胸元空いてる服はめちゃくちゃ似合うので、これなくて大丈夫だと思います。でちょっとこう横に流しちゃうよみたいな感じで、お気に入りの革のカバン屋さんで買ったやつなんですけど、職人さんが一個ずつ手間暇をかけて作ってくれている、もう大切な大切なカバンです。もうこれは先祖代々ね引き継いでいこうかななんて思ってもいたりするんで、大切に使っていきたいと思います。と皆さんどのコーデが良かったかコメントで教えてね。次の動画で会いましょう。バイバーイ。